アイテム番号 SCP-111JP。 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル。 SCP-111JP は通常サイト81の施錠した保管室内の耐爆性容器に収容されています。職員は約49時間ごとに起きる容器内の爆発を必ず記録します。前回から50時間以上爆発が発生しなかった場合、サイト管理者に報告しなければなりません。また1ヶ月ごとに爆発する時間を避けて耐爆性容器を開き、SCP-111JP と耐爆性容器に異常がないか確認してください。容器に破損箇所があれば交換してください。念のため3ヶ月間使用した容器は必ず交換してください。少なくとも1人のレベル4職員の許可があれば、SCP-111JP を保管室の外に持ち出すことができます。説明。SCP-111JP は2つの特殊な性質を除き、市販の豚の貯金箱と何も変わりがありません。陶器製で中は空洞になっており、背中にスリットが開いています。スリット以外に穴はなく、硬貨を中に入れた場合それを取り出すことは困難です。一つ目の特殊な性質は、SCP-111JP がまるで生きた個体のように振る舞うことです。この状態を覚醒状態と呼びます。覚醒状態にある SCP-111JP は生物的または機械的な発生器官がないにもかかわらず流暢な日本語で話し始めます。人間とコミュニケーションを取る際、自らを、ブータ、と自称し、高い確率で相手と一定の信頼関係を築くことができます。記憶や学習能力も確認されていますが、それらは一度休止状態に入った後、次の覚醒状態の時にはリセットされているようです。自身が貯金箱であることは自覚しており、それが当然のことだと考えています。二つ目の特殊な性質を含む異常性についての質問には、そんなことは知らない、と必ず答えます。覚醒状態に入ると、SCP-111JP は近くの人間に硬貨を自らの中に入れるよう求めます。そして硬貨を入れられると最初のうちは喜びを示します。SCP-111JP が自力で硬貨を入れることは構造的に困難なようです。硬貨の種類は限定されませんが、紙幣やそれら以外のものを入れることを拒みます。また、直接人間の手で入れる以外の方法を取ろうとすることに SCP-111JP は嫌悪を示します。SCP-111JP の中身が少ない状態における不正な取り扱いは、SCP-111JP の激しい抵抗の後に不正な自戒を招く恐れがあるため推奨されません。SCP-111JP の中身の8割が満たされると、徐々に効果を求めなくなります。これ以降は効果を入れられることに嫌悪を表します。しかしながら、効果を入れることを停止すると10分ほどで再びそれを要求してきます。充填率が9割を超えると効果を入れられることを極端に拒みますが、自らの重さで身動きが取れなくなるために問題が発生する心配はありません。中身が完全に満たされると SCP-111JP は安全に自戒します。この割れた状態を不活性状態と呼びます。不活性状態にある SCP-111JP はただの割れた豚の貯金箱と変わりありません。SCP-111JP の中からはそれまでに入れた硬貨と、おめでとう、もうお腹いっぱいだよ、と書かれた紙が出てきます。不活性状態から約48時間後に SCP-111JP の形状は何らかの力によって自然に復元され、再び活性状態に入ります。現時点では、自己復元を妨げるいかなる試みも失敗しています。二つ目の特殊な性質は、活性状態にある SCP-111JP を完全に満たす以外の方法で破壊した、もしくは自戒させた時に現れます。SCP-111JP が手榴弾ほどの威力で爆発し、内容物が飛散します。そして不活性状態に入り復元されるのは、安全に自戒した場合と同じです。不正な自戒が起きる原因は、SCP-111JP に一定以上の衝撃を与える、1時間以上硬貨を入れないなどであることが分かっています。年、月、日、県、
市の民家で爆発事故が起き、その原因と考えられる SCP-111JP の破片が調査に当たった地元警察により回収されました。当初、破片は全体の7割程度しか回収されていなかったにもかかわらず、SCP-111JP の能力によって完全に自己復元されました。その後の調査で、事故現場に残っているはずの SCP-111JP の破片が全て消失していたことが分かっています。警察に潜入していた財団のエージェントがその異常性を聞きつけ、彼によって SCP-111JP は回収されました。実験対象 D-111JP-52 を SCP-111JP の格納エリアに入れ、あらかじめ用意していた500円硬貨を入れ続けるように指示。事前に SCP-111JP の異常な性質についても説明。担当の博士とヘッドセットで会話できるようにしています。以下はその音声記録です。記録開始。D-111JP-52 が格納エリアに入る。SCP-111JP の充填率は2割程度。よ、俺の名前ハブータ。ちょっとおしゃべりなただの貯金箱さ。よろしくな。ああ、おい。本当に500円玉を入れ続けるだけでいいんだな。はい。話が早いな。ああ、最高の気分だ。ところで、あんたなんでこんなところに来ちまったんだ？それはだな。言っていいのか？効果を入れ続けながらであれば会話しても構いませんよ。約30分の間、会話が行われる。しばらくは軽い調子で話していたが、充填率がおよそ8割を超えたところで SCP-111JP の動きが弱まる。なあ、そろそろやめにしてもらってもいいんだが。何がだ？それは、それだよ。金はもう十分だ。どうしてだ？これを入れてほしいんだろ？もういいんだよ。はあ、体が重くて、だるくなってきたんだ。以降は息も怠惰になりながら話す。大丈夫か？苦しいのか？ああ、よくよく考えてみたら、俺は貯金箱なんだ。いっぱいになったらあとはもう、壊れるしかない。つまり終わりだ、死ってやつだ。マジかよ。じゃあ、俺はどうすればいい？頼む、このまま何もしないでいてくれ。52番、効果を入れ続けてください。おい、博士。今こいつが言ったことが聞こえなかったのか？最初に説明しましたが、1時間以上何もしなければ爆発します。そうなればそばにいるあなたがどうなるかはわかりますよね。それは、こいつがあんたらの言う通りに爆発すれば、の話だよな。はい、必ずそうなりますが。真面目腐った顔して何言ってんだ。こいつはただの貯金箱だ。そうだろ、爆薬なんて入ってないって博士も言ったじゃないか。なあ、爆発なんてしないだろ。何言ってるんだ。爆発なんてするもんか。むしろこのまま効果を入れ続けられた方が爆発してしまいそうだ。だそうだ。俺はこのまま爆発しない方にかけるぜ。そうですか。記録終了。1時間後に SCP-111JP は爆発。爆発により D-111JP-52 は即死。遺体は SCP-111JP から飛散した内容物によって削除済み。実験対象である。博士が一人で SCP-111JP の格納エリアに入り実験。彼は SCP-111JP にインタビューしながらあらかじめ用意していた500円硬貨を入れ続けます。以下はその音声記録です。記録開始。博士が格納エリアに入る。SCP-111JP の充填率は1割程度。よ、俺の名前ハブータ。ちょっとおしゃべりなただの貯金箱さ。よろしくな。自己紹介ありがとうございます。これから SCP-111JP、あなたに500円硬貨を入れていきますので気分をお聞かせください。そりゃ極楽だな。ああ、最高だぜ。ところで、あんたは何かの学者さんっぽいが、何してる人なんだ？あなたからの質問には答えられません。つまんねえな。約10分後。充填率が8割を超える。
なあ、そろそろ、やめに、おい。どうかしましたか？その手を止めろ、俺に金を入れるな。それは承諾しかねます。やめろ、身体が重苦しい。これ以上金を入れられたら俺は死んでしまう。そうですか。やめろっつってんだろ。充填率が9割を超える。いい加減にしろ、この、畜生、こんなところで死にたくねえよ、ふざけるなよ。そろそろ満タンですか？呪ってやるからな、絶対に、松代まで、仕事も家族も金も、全部失ってのだれ。SCP-111JP が安全に自戒するのを確認しました。記録終了。